talk to me. It's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. 今日は出社日で、仕事が終わった後は一人でディナーをする予定です。まずは出勤準備からしていきたいと思います。最近購入したこちらのロム&のカラーパレットは、いつもはピンク系を選んでるんですが、今回は秋っぽくブラウン系を購入しました。私は面長なので、目尻や涙袋に薄い色を入れることが多いです。今回のこの10色のパレットも薄めの色が多くなっているので、たくさん使えそうです。先週までは35度近くの日もあったんですが、今週に入ってから20度台になって、ようやく涼しくなってきたので、こちらの田崎の真珠のピアスをつけるほどにしました。今日は雨予報で髪の毛が広がりそうだったので、ピアスに合わせてこのパーマのヘアクリップを持っていくことにします。ご案内します。迷うですね。迷う。あと、もっとこうシャープな髪のイメージであれば、はい、エリンバラというグッド系のお守りもご用意がございます。雨も降っていて25度前後で涼しかったので、ブラウスとツイードジレを合わせて久しぶりにローファーを履いてみました。今日は服もジュエリーも黒とゴールドで統一しています。今日はマルニエゲートの10階にあるブラスリーポール・ボキューズで一人ディナーをしたいと思います。
こんだけ。右手にはソーセージを自家製のブリオッシュで包んだリオンのスペシャルソーシソンブリオッシュでござい早速今日購入したバスジェルを開封して使っていきたいと思います。こういった試供品はアイクリームだったりクレンジングを選ぶことが多いんですが、来週旅行に持っていけたらなと思い、今回はローションを選びました。ボトルの入る布製のポーチも付いてきました。こちらのシリーズは香水やボディクリームも売ってるんですが、パリビアリッツはマンダリンとスズランの匂いで割とさっぱりしています。甘い匂いが苦手な私でも大丈夫なフルーティーな香りになっています。楽天で4000円ほどで購入したこちらのゴールドのバストレイも開封していきたいと思います。もともと
は同じ形のシルバーのものを使っていたんですが、長い間使っていて古くなってきたので今回新調しました。趣味とまではいかないんですが、秋と冬に泡風呂を作って半身浴をするのが好きで、毎年この時期は泡風呂が一日の終わりの楽しみになっています。세상 혼자 사는 듯이 그래 너도 한테 또 가나